松井勝氏は北海道今金町出身のプロスノーボード選手。北海道テレビ放送にて放送されているスノーボード、スケートボードの専門番組のオマターボードの元ナビゲーター。愛称はカッチ、カッチさん、美男尺など。ウィンタースポーツの盛んな地域に生まれ、幼少の頃よりスキーは日常であった。夢はプロスキーヤーであり。 14歳の時にはすでにスキー1級を取得している。しかし、練習中に人体を断裂し、念願のプロスキーヤーの道を断念。その後は、地元の北海道日山北高等学校を卒業し、札幌市の専門学校に進学。専門学校生だった19歳の冬に初めて、スノーボードと運命的な出会いをする。専門学校卒業後、 東京にてサラリーマンとなるが3ヶ月で退職。その後、ニュージーランドへ3ヶ月渡航。そこで、スノーボードの虜となる。20代前半は、毎年ニュージーランドをはじめとして、雪を求めて海外へ渡航。世に出る、ノーマターボードナビゲーターのオファーは31歳の時だった。同番組の出演はそれ以前にもあったが、ナビゲーターとしてのレギュラー出演は2002年からである。 2011年をもってナビゲーターを優待。現在、プロスノーボーダーとしては最年長の部類に入り、地元北海道では抜群の知名度と存在感を誇る。主催するスノーボードブランド。名前の由来は未完成から。スノーボード板からアパレル、子供服に至るまでこだわりが反映されたラインナップとなっている。ありがとうございます。